チャンネルわKiss.
んばんは、宮崎なほこです。なほこチャンネル250曲目ということで、ちょっとバランスがちょっとあまり良くないんですけど、250、なほこ分の250ということで、ちょっとなんとなく気のいい数字のような気がしますのと、249回目の昨日で、なほこチャンネル745曲のうちの3分の1を超えたという日になりました。なほこチャンネルが始まった時は745曲目指して、名前にちなんで目指してみますと言いつつも、全くどうなることか想像もつかなかったんですが、なんとか今こうやって3分の1を、超えて、ありがたくも4万人近くの方がこのチャンネルにつながってくださっていたり、なんとかなんとかうんしょうんしょって、やっております。そんな今日は君がいるだけでをお届けしました。コメコメクラブさんの名曲、皆さんご存知かと思います。皆様それぞれに心が強くなれるような君という存在がいらっしゃるかと思うんですが、やっぱりなほこチャンネルにとっては、このチャンネル見てくださっている皆様の存在が本当に心が強くなれる存在でして、本当に本当に日々日々コメントの、言葉にすごく励まされつつ歌わせていただいています。なかなかこの曲もそんなに時間がかからないかなと思いきや、時々そういう曲がやたらと進まなかったりして、何度も何度も撮り直してすごい時間かかっちゃうことがあってだったんですけど、なんかそういう時って時間終わるから大丈夫かなとか、ハラハラしながら思わずやっちゃうんですけど、でもなんかそういう時はいろんなコメントくれている皆さんの言葉とかを思い返しながら、みんな寝る前に聞いてくれたり、帰り道に聞いてくれたり、こういう気持ちの時に聞いてくれたりしてるから、ちゃんとその気持ちで答えられるように歌わなきゃって、思いながら立て直すっていうことがたびたびあります。なほこチャンネルは昨日からかな、3分の2に入ったんですが、引き続き、ゆるゆる、最近ちょっとあんまりゆるゆるじゃないんですけど、ゆるゆるやっていきたいと思っているので、引き続きよろしくお願いします。ということで、明日はボカロの歌をお届けしたいと思います。ずーっとリクエストもらってた曲です。お待たせしました。ということで、また明日。宮崎なほこ Twitter とブログをやっています。よかったら遊びに来てください。そして YouTube チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。